つもご視聴ありがとうございます。今日は弘前市のラーメン一文字に初めての二郎系ラーメンです。さて、51歳のおばちゃんが食べられるか。男性しかいない店内、11時10分に到着したのに店内満席です。カウンター席6席の小さなお店です。頼み方、お家で予習してきました。ラーメン730円、安いです。食券を渡す時にオーダーするスタイルのお店です。席が空きました。とても撮影できる雰囲気ではなかったので写真だけです。すみません。野菜少なめ、味玉追加、ちゃんと言えました。チャーシュー大きくて厚みもあってとっても美味しそう。ニンニク、玉ねぎはカウンターにあって入れ放題。二郎系ラーメンの麺太いです。味玉も美味しい。こってり味のスープかと思ったらあっさりしてました。もうこの時点でお腹がパンパンで苦しかったです。すごいボリュームです。なんとか食べきりました。美味しかった。夜ご飯食べなくても全然お腹が減りませんでした。コスパ最高でした。チャンネル登録お願いします。